んなプレイをしたいと思ったことはありませんか？一度は見たことのあるプロのプレイ動画、次々敵を投げ倒したり素早く操作していく様は見ていて魅了されるものです。それに憧れいざしようとすると、あれうまいこといかないということも。例えばテトリスであれば、プロはめちゃくちゃ早く置いているのに、いざ自分がしようとすると目も当てられない状況になります。というわけで今回はテトリス歴5年の私がそのコツについて伝授していきたいと思います。テトリスのプロはまず見ているところが固定されています。それはここです。プロはずっとここを見ていて、周辺視野で自分の盤面とネクストを確認しています。なのでここを見ることが重要なんですね。しかし初心者の頃は視点もあっちもこっちもいてしまうためなかなか難しい。その解決策として、目を引くものをここに置けばいいのです。では目を引くものとは何でしょう。心理学の世界だと可愛いものに自然と目が止まることが報告されているらしいです。ということは可愛いものをここに置けばいい。そう、橋本環奈を置けばいいのです。なのでここで橋本環奈を置きます。すると、ある不思議、橋本環奈を置く前と後を比較すると4646枚間違えます。なので皆さんもここに橋本環奈を置きましょう。よし。ただこんなことができないと分かっていても